ケプラー42は白鳥座の方向に地球から126.2光年離れた位置に存在する構成である。別名恋マイナス961。ケプラー42はスペクトルタイプが M 型の直径が太陽の17%質量が13%という小さな構成である。 これはむしろガス惑星に近い大きさで、木星と比較して直径は1.66倍、質量は136倍しかない。高度は太陽の0.24%しかないくらい、恒星である。ケプラー42は423ミリ秒、年という大きな固有運動を持っている。ケプラー42には2012年現在3個の太陽系外惑星が発見されている。 いずれも2012年1月10日に、ケプラー宇宙望遠鏡によって発見された。いずれもケプラー42から非常に近いところを、公転しており、大きさも非常に小さい。2012年6月以前は、仮のカタログ名である恋マイナス961と呼ばれていたが、6月に正式に、ケプラーの名前が付けられた。地球と、火星、ケプラー2 0、e、と F と、 ケプラー42の惑星の大きさの比較。発見された3個の惑星は、大きさ順にケプラー42ビット、ケプラー 42C、ケプラー 42D と名付けられた。最も大きい B でも、地球の78.5%と、金星程度の大きさで、最も小さい D は57.2%と、火星程度しかない。D は2013年に、 ケプラー37ビットが発見されるまで最も小さな太陽系外惑星であった。ケプラー42系と木星系の比較。ケプラー42系の惑星は、光転軌道も非常に小さく、最も遠くを光転する D でも 0.0154AU しか離れていない。大きさも、ほぼ、木星サイズである、ケプラー42を光転する惑星は、 木星のガリレオ衛星とあまり変わらない軌道を持っている。ケプラー42は太陽の0.24%という暗い構成であるが軌道が近いため表面温度は高くなる。アルベドが地球と同じ0.3と仮定すると表面温度は摂氏455度摂氏181度になる。しかしアルベドを0.9という非常に高い値にすれば D の表面温度は、摂氏6.2度になる。ただし、これらの値は、大気による、温室効果を考慮していない。今のところ、トランジット法でしか観測されたことが、ないので、例えば離心率などのデータは不明である。ABCDEFGHIJKLMN、ケプラーマイナス42、Extra、エクストラソラープラネッツエンサイクロペディア。 ハット ABCDEFGHIJKLMNOPQ2 マス J1928 万5255プラス443万7096ハイプロパーモーションスターシンバッドハット ABCDEFGH キャラクタライジングザクールコイス3コイマイナス 961A スモールスターウィズラージプロパーモーションスリースモール プラネッツアーカイブハットプラネットイコライブリウムテンパチャーヘックカルキュレーターズハットケプラーディスカバリーズテーブルケプラーミッション2015年10月31日閲覧ありがとうございます